ェインの目的は何だ。俺は何のために送り込まれた。あのカオスを倒すという気持ちは何のためだ。ねえ、これが本当にルフェインの、私たちの故郷のルフェインから送り込まれたのだとすると、こっちの状況はすぐに伝わっているということね。アストスか。あいつは闇を観察し記録しているだけではない、報告もしているんだろう。さっさと魔物を倒してアストスに喋らせるぞ。これで行く。島が浮いている。コウモリはあそこに向かっていったわ。つまりアストスはあそこにいる。ならば話は早い。さあ行くぞ。敵だ。さっさと片付けましょう。道を塞ぐな、邪魔だ。なんと、マジか。他に敵はいないわね。よくやったな、次も頼むぞ。ここへ送り込んだ連中は世界がつながることを恐れている。魔力が蓄えられているのか。いただいておこう。いいな、暴れさせてもらおう。手を引いてあげなさい。焦らないで体温取ろう。ソフィア頼むぞ。強い男に頼られるのはいいけど、何にしてもいい。危険な状態かもしれないわ。大丈夫だ、俺たちの方が強い。使った方がいいわ。油断せずに行こうぜ。なんとか勝った。ジャックがいたから勝てたようなものね。さてと、ここが壊せるってよく気づいたな。俺完全に見逃してたよ。切れそうだ。残りの体力を気にしておけ。
ここからだ。帰り道に使おう。このルートは覚えておこう。出てきたか。早く戦おう。これくらい余裕ね。圧勝だな。開けてみよう。あれはキューブか。場所は覚えておきましょう。喜べ。
先行だ。お出迎えだな。叩き潰すぞ。さて敵を呼び出す。騒がれる前に始末する。叩き潰すぞ。私を下げられたの？巻き込まれたか？利用できそうだぞ。マジか。俺に来るわ。ソフィア、頼むぞ。任せて。対処するしかないな。まだ本気だな。当てにしてもいいか。まだ終わらんぞ。ポーションの残りは大丈夫か。油断せずに行こう。集中しろ。やりすぎた感は知ったことか。それよりも分かったことがある。闇の気配が一瞬で消えたよね。ああ、他の像もぶっ壊すぞ。あるんだろう。こことは切り離された場所らしい。距離的にはもちろん、おそらく時間的にも思い浮かべるのが難しい。あなたが手を引かれたと望みに空かかってもらう。あなたを食べはしないけど、あなたの庭は本能。
敵だ。期待してるわ、ジャック。解毒した方がいいわ。動けない。まずい。ジャック、ダメよ。ジャック、終わる。敵だ。さっさと片付けましょう。なんと、マジか。ジャック、とどめよ。負けるわけがないだろ。よくやったな。次も頼むぞ。これで行く。いけるぜ。さてと。ここからだ。これだ。これで行く。あそこにキューブが見えたぞ。さて、どうするかな。手当てしておけ。あら、元の場所に繋がったの。多少は楽になりそうだな。健康だ。また石像がある。ああ、壊してしまおう。だが目を離すな。これで行く。が出ている。急げ。さてと、大きな戦争を覚えたくない。
すぐにぶっ壊せばいい。終わりだ。注意して使った方がいいわ。残りの体力も気にしておけよ。風の追いつけろ。灰になれ。敵が減少したな。今のうちに穴を潰す。先は長いぞ。さあ、次の像へ行くぞ。うん、行こう。みんな、ちゃんとついてきてるわね。ああ、みんないる。大丈夫だ。さて、残す像はあとを。あと一つ。さあ、行くぞ。倒すでしょ。叩き潰す。食い込む闇とは何？魔物を増やす。動物の魔物化を狙う。人も魔物にする。全て混沌の闇が引き起こす現象。闇は増殖するということね。クリスタルの輝きを隠してしまうのも闇。結果、本来はクリスタルに祝福された世界は闇に覆われる。ならば俺たちの役目は。闇が強すぎて均衡は崩れる。光と闇の均衡を保つための調節。ダメ、ジャック。わかる。倒すでしょ。叩き潰す。来るわ。天候だ。いけるぞ。さてと。
ぞ。任せて。当てにしてもいいか。やけろ。怪我は手当てしておけ。健康だ。ここだ。これで行く。健康だ。これで行く。出迎えだな。さっさと片付けましょう。ソフィア、頼むぞ。強い男に頼られるのはいい気分よ。アッシュ、当てにしてもいいか。あんたに頼られる地層が出ている。急げ。なかなか出ない希少品だ。お前に決めた。なかなか手強いだ。落ち着いて逮捕するしかないな。靴の発見ね。何があるのかしら。何かあるな。キューブがある。休憩できそうだ。喜べ。さてと。いけるぞ。最後の石像ね。いい。慣れは危険。その言葉、そっくりそのまま返す。敵が増えそうだ。黙らせればいいんだ。健康だ。
助けを呼びつかるだが他の方法で攻撃しましょう。これでいく。この島には沈んでもらおう。そうね、巻き込まれないよう離れましょう。これですっきりしたな。ジャックのおかげで進めるわね。ようやく降りてきた。ああ、アストスとのご対面だ。行こう。は光の戦士として、さてと、世界から闇を取り除いていたんだよな。だがやりすぎたからルフェインは闇を送り込んだ。闇が減っただけではなく、光、希望が増した可能性もある。オネリア、特に聖羅姫の貢献は大きい。城では闇を感じない。聖羅姫は黒水晶を、その効果もあるかも。そうだったわ。噴水記録であったことに頼む。昨日の水晶はどこで来るんだ。まずい。倒しきれるか。これで行く。敵を呼び出す。ジャック、迅速に対処しましょう。対応しましょう。行ける。ここからだ。上昇まずい状況だな。大丈夫だ、俺たちの方が強い。遅いぞ。しかし安心してもいい。これ以上贈り物は来ないだろう。クリスタルの輝きと混沌の闇、君たちのおかげでちょうど均衡が取れた。さて、どこから話そうか。まず、お前は何者だ。
当ててくれ。そういう気分ではない。当ててくれ。ルフェイン人か。違う、私はルフェインではない。彼らは元ルフェインの民だ。私に協力しているが、それは打算があってのこと。本音では死ねばいいと思っている。私の魔法で彼らをコウモリに変えた。私が死ねば魔法は解ける。君たちを案内したのはそれを期待してのことだろう。君たちが私を殺すような事件が起こること、そうだろう。アストス、最初に何者かと聞いたのは俺だ。だが悪かった。コウモリはもちろん、お前の正体にさえさほど興味が湧かない。俺が知りたいのは、お前は俺に生きる目的を与えることができるのか、俺に敵を与えてくれるのか。君が望むならそうしてやりたいところだが、できない。永遠にも思えるほど長く生きるうちに、私の胸は悲しみ、怨嗟、憎悪と怒りでいっぱいになってしまった。まるで私自身が黒水晶のようだ。ジャック、今一度問う。私は何者だろう。ダークエルフの王。それだけ。ああ、フェイン人が憎い、憎くてたまらない。私はコーネリアに生まれ、ルフェインと共に次元の壁を越えた。
そして生まれ変わり帰還した。私はどちらを愛すればいいのか。見切ってやるぞ。面白くなってきたな。私はエルフ剣士だ。生体を発生体として改良された。クリスタルカオスの体勢が下がったみたいだな。では俺の背中、お前たちに任せたぞ。手応えありだな。見せろ。見えないと思われているのか。やめろ。無用なものは破壊すべきだ。許せず闇の一部を使いすぎは要注意だぞ。魔法を打つ気か。ずいぶんと暴れているな。そうか、頼むぞ。今度はどう戦うつもりだ。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント、都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。アストス？最新型生体探査隊、後で見せる。まあ見ても聞いてもどうせ忘れるけどな。アストスは忘れない。なあ、この質問をするのは初めてではないと思うが、俺はなぜ忘れるんだ。我々の健やかな未来のためだ。私が探査生命体アストスです。この地で生きるエルフがあなたたちの素晴らしい技術でこのように生まれ変わることができました。私に友情や愛情、仲間意識を持たないでください。我々は培養で作られる大量生産品。まれに我々に友情めいた感情を抱いて、その挙句に助けようとして命を落としたストレンジャーがいたのです。愚かなやつだ。軽傷です。唾をつけておけば治りますよ。なるほど、覚えておこう。あれほど言ったではないですか。我々は吐いて捨てるほどいる大量培養の使い捨てです。
とにかくお前が無事でよかった。愚かな人ですね。俺も同じ意見だ。アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。何をすればいいんですか？次に会ったら俺たちを導いてくれ。やり方は任せる。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。怠慢だな。規則の形骸化はよくありませんよね。いつか問題が起こるでしょう。準備ができています。ではお気をつけて。なあ、一緒に帰らないか？はい。お前は帰りたくないのか？気持ちの問題ではありません。規則違反です。じゃあ待ってろ、上と掛け合ってくる。あなたは忘れてしまいますよ。忘れない。期待させないでください。俺は忘れない。次は連れて帰る。いいか、必ずだ。さようなら、ジャック。ほら、忘れた。アストス。いいんですよ、記憶を消去されているのだから。あなたのせいではない、それは分かっているのに憎んでしまいました。恨んでしまいました。許してくれ。そうできたらどんなに素晴らしいか。でも私は闇を抱え込みすぎました。これからのことを話しましょう。私が死ねばここにいるルフェインたちの魔法が解けます。しかし同時に彼らの寿命が尽き、死に絶えます。彼らが抱える闇は恐ろしい量だと思います。我々の闇が混じり合い世界を覆うでしょう。ジャック、その闇から生まれるあらゆるものと戦ってください。魔物を倒してください。闇と感情が融合した状態がカオスです。カオスが現れたら倒してください。あとはあなたの感情に任せて進めばいいんです。たとえ闇に覆われ、その中を進み続けてください。あなたたちも、私にできるのはここまでです。ルフェインの横暴を許さないでください。
このコーネリアを守ってください。俺たちはルフェイン人だ。そんなことは関係ありません。だってあなたたちは皆光の戦士なのだから。ジャック、ここは危険だ、逃げよう。忘れてくれる。